お金はそもそも意味がない。はい。お金はそもそも意味がない。お金は形も何にもない。はい。お金は形も何にもない。それがですね、貨幣の複雑性っていうこの数式のいっぱい入った難しい本を書き、それ読んでいただくとですね、すぐに分かるんですけども、それ難しいですでそれでそれをあまりにも難しいかなと思って、もっとこう詳しく分かりやすく書いたですね、経済学の船出という分厚い本があってですね、あれも難しい、ね、あれもすっごい分かりやすいと思って、どうしてこんな分からないやつがいるんだと思ったんだけど、この間読み返して、あ、これ難しいなと思ってという本を読む代わりにこの曲を歌うだけでですね私の貨幣思想が分かるんです。なんかこのすごい長いお経だと大変なんで、色即是空って、ね、そうみたいな般若心経みたいな感じですね、はい、で何を言ってるかっていうと、結局お金というのはもともとあるのではなくて、何かがですね、みんなが欲しいもん、それを欲しがってると思うと欲しくなるんです。なぜならそれを使えば何でも手に入るからですね。みんなが欲しがってるものだと、みんなが思うものをみんなが欲しがると、それが貨幣になるんですね。それ何でもいいんです。で何でもいいっていうことを私コンピューターシミュレーションで証明してですね、でそれで1990年に論文出してるんですけど、それで何でもいいっていうのは何かを考えたやつがいたんですね。それでですね、発明されたのはビットコインなんですよ。で1ビットくれたらよかったらいいと思うんですけど、絶対あれ私の論文読んでるなと思ってるんだけど、で私はさすがにね、何でもいいってことを証明した段階で、まあ終わったと思ったんだけど、何でもいいから突っ込んでみようっていう考えがね、浮かばなかったんですけど、あ、まあ何でもいいんです。お金の定義ですか、みんなが欲しがるもののことみたいな。そうそうそう、みんなが欲しがるがゆえに、みんなが欲しがるものがお金の定義です。あ、でだから結局何でもいいので何でもないんですよ。何でもないんだけど、それがないとですね、交換ができないんですね。交換がで、それでその交換を媒介するために何か媒介物がいって、でそれがお金ができるとですね、交換が進みやすくなるんだけど、それだけのことなんですね。交換はいかに他にする方法があって、一番いいのはですね、友達を作ることなんです。仲間同士でやってれば、必要なものをもらって必要な時に助ければいいっていう、こうお互いに助け合えばですね、友達を作ればお金がなくても大丈夫なんですね。でそれでだから友達とお金はですね、実は同じ機能を持ってるんですよ。でお金がたくさんあると友達いらなくなるんですよ。なのでみんなですね、現代人は友達がいないんですね、お金がたくさんあるのでそれでみんな孤独に苦しんでるんですよ。友達をお金と引き換えにしてるんで、みんな貧乏人になるという、それがそのこの 曲に込められてる思想なんですけども、それでですね、じゃあどうしたらいいのか、じゃあお金いらないのかって、そんなわけないかないですよね。お金いりますよね。どうしたら正しい使い方があるんだろうと思った時に、なんとその答えはイエス・キリストが言ってたんですね。だからなんかマタイによる福音書かなんかに書いてあるんですけど、人を惑わすマモンっていうのは、マモンが何かっていうのは結構議論があるんですけど、多分お金のことだろうと言われてます。人を惑わすマモンを使って友達を作りなさいと。そうすればあなたが、全てを失った時に、友達はテントの中にあなたを迎え入れてくれるという言葉があってですね、なるほど、お金を使って友達を作ればいいんだと。友達を使ってお金を作ればいいんだと。これは友達とお金の関係を解消する方法だと。でもちょっとこれってなんか、それって日本的な感じだと、なんかこう、お金をちらつかして、こう友達集めてくるみたいな、うん、人集めてくるみたいな感じが、それはね、洗脳なんですよ。あ、そういう風にしておけば、はい、みんな友達がいなくなるんですよ。そうするとお金をちらつかせると飛びつくやつができるわけですね。ああ、逆だ。そうなんです、はいはいはい、これはね、はい、これは資本主義を作り出すための洗脳なんですよ、はいはい。私はいい人、嘘をつかない。私はいい人、決まり
を守る。私はいい人、黙って耐える。私はいい人、役目を果たす。私はいい人、字が見えない。常識わきまえ。私はいい人、立場を守る。嘘つきなどは大嫌い、ルール違反は見逃さず、弱音を吐く人励まして、役立たずは相手にせず、非常識は許さない、人の立場も守ります。みんな仲良く力を合わせ、不都合ならば目をつぶり、知らん顔して平和を守る。私はいい人、良き市民。あなたなどより頑張ります。という、まあすごい気に障る歌なんですけど、気に障る、この歌って結構ちょっとリベラル批判みたいなところもある気もするんですけど。そうですかね。リベラルとは限らないかもしれないけど、うん、私はやってることは正しい、私はいい人だって思っちゃってる人の歌ですよね、うんうんうん、そうですね。これもルドルフ・ヘイスっていうあの、はい、強制収容所の所長がですね、はい、あのアンシュビッツ強制収容所っていう本を書いたんじゃなくて、あの、戦争裁判を受けてる時に、検事の提言を受けてですね、あなたの人生とかについてね、詳しく書いて残すべきだって言われて、分かりましたって一生懸命書いた、この分厚い本があって、人術書があってですね、それが翻訳されてるんですけど、その一番最後にですね、あの人々は信じないだろうけれども、アンシュビッツ収容所の所長の中にですね、残虐なサディストとか、もう冷血な人間と ひどい野獣っていうのを想像するかもしれないけれど、収容所の所長は悪い人間ではなかったのであるって、私は、うん、はい、書き残して一番最後に書いてるんですね、うん、であの本は私は10年ぐらい前に読んだと思うんですけど、なんか読んでる間中もすっごい落ち込んで、なぜかっていうとですね、読めば読むほどその人は明らかにいい人なんですね、ルドルフ・ヘイスっていう人は真面目に一生懸命こう頑張る人で、それでその